どうも、トモヤンテレスチャンネルのトモヤンです。チビナダルです。はい、今回はチビナダルを使って、サーブのプロネーションというのをね、はい、やっていきたいと思います。プロネーションって言ったらね、動きが、腕の動きがこう、内側から、外側に向かって、スパーンと出てくることによって、まあ、力のない男性でも、女性でも、まあ、女性はちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、女性でも、スピードが、アップしたりとかするので威力のあるボールが打てるようになってくるのでぜひ皆さんにマスターしてもらいたいなと思って紹介させてもらいます。はい、はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。はい、お願いします。はい、プロネーションで一番わかりやすいフラットサーブでちょっとね、説明していきたいと思います。はい、はい、じゃあまず、一番、まあ、まあ気をつける点としてトロフィーポーズといいましてラケットセットしましたボール上げた後ですねトスを上げた後こっちの利き手の肘が下がってしまうとやっぱりラケットヘッドっていうのが下がりにくくなってきます。これは僕がスピンサーブの時に解説させてもらったんですけど肘が高くなると高い位置でセットしてるとじゃあ体回してラケットヘッドダウンここがおいつが先ほどですねここでヘッドが降りることが大事なんですね。ちょっともう一回戻ってこの形からいつもの形からトロフィーポーズからさあボールに向かっていくぞってなった時にまあまずは体が先行していくんですね。体の動きからその間にラケットがくるくるくるっと回ってラケットヘッドがダウンするんです。 OK このダウンするには大事なのが肘なんですよ。肘が低い位置にあるとラケットのヘッドが上がりやすくなってくるんでやっぱり加速しにくくなってきます。ですのでプロネーションもしにくくなってくるで肘しっかり高い位置保った状態で練習してください。でゆっくり練習してもらうときにこの形からぐーっと回っていってハイスタートこうなってもらえれば理想的なんです。ここでよくあるのがまあ大体グリップ間違えちゃってるんですけどこういう方ってちょっとよくわかこう構えたのはいいけど上向いちゃうラケットの先が後ろ向いちゃう人多いんでちゃんとまっすぐのグリップで握ってもらったらラケットヘッドが肘が高いとラケットヘッドがこう向かうときに降りる肘からボールに向かっていく感覚がつきやすくなるんでセットしたときはしっかり肘を高く肩のラインぐらいまでは持ってこれるようにしてください。ですのでラケット肘から引くイメージでやりますね。ラケットの先から引くんじゃなくて肘からぐーっと引いていくイメージでセットしてもらったら結構なんでちょっともう一回開けます。ぐーっとじゃあここから回していこうか。ぐーっと肘から回してここが高い位置に持ってこれるように気をつけてください。じゃあ大きくラケットヘッドが回るんでまず加速しやすくなるんでフラットサーブとかもスピードが出やすいかなと思います。皆さんもここちょっとチェックしてやってみてください。はい、次はですね肘の位置、さっき言ったんですが次ここからですね肘の位置高くセットしてもらうと次は体を回した時にラケットのヘッドがダウンします。この時にしっかりラケットが、ヘッドがダウンして打つ方が内向いてるようにしてもらえればここから立ち上がる時にグリップエンドからぐーっと出てきてもらってラケットヘッドがインパクトの時にグッと立ち上がります。自然と立ち上がります。このままこう行ってもらってグーッと立ち上がります。だから内側からラケットが前腕がひねられたものがグッと戻ることによってラケットのスイングスピードが上がるんでだからさっき言ったみたいにさっきのヘッドダウンまで作ってる、はい、このパターンとこうなってるパターンですね。よくわかりますか。同じ体の向きなんですがラケットの向いてる方が全然違いますよね。チビナダルの方はこっから力を使わずにまあ多少は使うんですけど前腕が戻る力によってバーンと威力が出るんで僕の上向いてる場合はただ自分の力だけで出てくるんでこれはラケットが上向いて当たってしまうんでラケットのヘッドスピードが上がらないんですね。ですのでちゃんと打つ前は内向けた状態を作れるようにここでこうならない上向かないで我慢小指の方が上向くような感覚でセットしてもらって結構なんでここから前腕をガーッと戻すような感覚でインパクトの方に向かっていってもらったら結構ですので、はい、まずセットの時肘高くその次
ラケットヘッドダウンの時に内向いてるかどうかをチェックしてインパクトに向かってもらったら結構です。はい、はい、インパクトまで、説明させていただきました。で、インパクトの後なんですが、プロネーションって言ったら、ちょっとじゃあ次流れです。来ました。で、さっきの形まで作りました。内向いてます。インパクトで前向きました。この後ラケットの打つ面は反対向くんですね。プロネーションっていうのはやっぱりひねられてたものを戻したら、その反対側に、あ、ごめん、反対側にラケットが向くんで、これ自分で意識しなくてもいいです。なんか自分からこうってやるとテニスエルボーで肘の、あの故障につながったりとかするんで、無理やりやるもんではないです。むしろ意識してもらいたいのは出だしのラケットの向きなんです。これが内向いた状態から始まってもらって、まっすぐインパクトに向かったら自然とこうなるんです。意外と写真撮ったらなってます。はい、全然意識してもらわなくて結構なので、これ最初が上向いてると絶対ならないんです。最初が内向いてるとインパクトの後外が勝手に向くので、プロネーションのイメージって皆さんお持ちだと思うんですよ。内側から外側っていうのを、でも外側ばっかりをやっぱりフィニッシュを意識してしまう人が多いんで、むしろ出だしを意識してもらえれば基本的には全体的にプロネーションっていうのは仕上がってくるので、だから後ろの方が大事かなと思います。肘から引いてもらって高い位置で、このラケットヘッドダウンの時にちゃんと内向いてるかどうか、そこからインパクト、なってくるので、あんまり外側の意識を持って練習しない方がいいかなと思います。皆さん肘のためにも、最初の出だしを注意して練習してください。はい、では段階を踏んでちょっとプロネーションを覚えていきたいと思います。はい、キリナダル、プロネーション自信ありますか？そこそこじゃあまずちょっとボールを持ってもらって、はい、まず長く持ってもらうとちょっと難しいので短く持ちます。で、グリップはこの辺で短く、薄くですね、持ってもらったら真正面向いて立ちます。真正面向いて立ってもらったら、もうラケットヘッドダウンの形を作っといてもらって結構です。ラケットヘッドダウン、この時に打つ方ですね、手のひらの方が自分の、頭の方を向いてるようにしてください。ここで上向かないように、こっちですよ。これもう絶対チェックしてください。ここの始まりができるとプロネーションができるんで、この形から自分の頭の上にボールを投げるようにしてもらったら、インパクトに向かってラケットを立ち上げて止めてください。はい、こうです。で、先ほど内向いていたのに立ち上げることによってラケット振ってないのにチビナダルボール飛んでますよね。これは前腕がひねられてて、グッと立ち上がる威力によってボールが飛んでるんで、最初からこうするんではなくて、最初内向けた状態を見て確認してくださいね。見て確認、ここからもう一回じゃあ立ち上げてインパクトっていうのを練習してください。で、これ何回かやってもらうと次は横向きですね。同じような形から同じようにインパクト練習して、ちょっとフレームショットでした、インパクト練習してもらいます。で、その後は、振り切りましたか、少しずつインパクトの後もちょっと振り抜いていきます。そうすると勝手にラケットが外向きっていうのを意識せずにできるようになってきます。はい、内側向いてます、ポン、オッケー、内側向いてます、ポン、オッケー。ちょっと長く持ってやってみます。長く持って、同じように1個だけやってみます。はい、ちょっともう一回やってみます。はい、こういう形ですね。オッケーですか。ちょっとラケット内向いてることによって前腕がビャーンって伸びていくんで、この感覚がプロネーションになってきます。あんまりこう腕が内向いてグヤーって自分でやるっていうよりは、勝手にインパクトに向かってもらうことによって前腕の動きっていうのは戻るので、それを利用してサーブ打てるようにしてください。はい、じゃあと1個だけこれやって、あと2つはちょっと通常で打ってみる。いいですね。
はい、じゃあいつも通りちょっと行ってみましょうか。はい、しっかりラケットが体の後ろから回ってくると、こうやってスイングスピードですね、ラケットのヘッドスピードが上がるスイングになってくるので、自分から力を入れるという感覚ではなくなってきます。ですので怪我とかもしにくくなってくるので、はい、ラケットの内向きっていうのをしっかり意識してプロネーションの練習をしてもらえたらいいかなと思います。しっかり段階を踏んで練習してください。はい、では